こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで前回、韓国ヘアについて語ったやんか。はい。で、これの今回は、実践ということで、営業盛りと予診盛りの巻き方についてやっていきたいと思います。はい、じゃあまずどっからやるの？はい、まずトップの部分がぺったんとしやすいので指でジグザグに取って少しふんわりさせていきます。次は前髪を太めの、今日は 38mm のマジックカーラーで留めていきます。前髪の幅をしっかりと取って、前髪の、幅を取ってもらって、テレコを整えて、ちょっと先細というか、の方が多分止めやすいので、で毛先くるっと巻いてキューッと、ちょっと上気味、根元というか、ここふんわりさせたいのでちょっとだけ上目に、止めておきます。ちょっと横向いてもらっていい？このぐらいの角度ね。はい、次はコテを 32mm のコテで巻いていきます。はい、次はじゃあ手先をワンカールで巻いていきます。この巻く意味っていうのは毛先は、毛先の先までやっぱりこう次中間から外巻きで巻いていくんですけど、なかなか毛先の先までしっかり巻くっていうか巻けてないことが多いので、先に巻いとくって感じ。そうです、先にも巻いとくっていう感じです。だいたい3ブロックぐらい片サイド。そうですね、3ブロックぐらいでいっちゃいます。ワンカールに軽く、Cカールになればっていう感じだね。そうですね、はい、同じぐらい、はい、反対もやっていきます。できればね、引っかかる人とかだったら最初にちょっと溶かしてた方がいいよね。そうですね、こんな感じ。はい、こんな感じです。巻くときつけなくていいんですけど、今は分かりやすいようにガッカールで留めています。横に1、2、3ブロックに分けています。はい、じゃあ一番下から巻いていきます。で、これは全部リバース巻き、外巻きに巻いていきます。中間から巻いていきます。1回転させて、ちょっとこうくるっと2回転ぐらいです。長さにもよると思うんですけど、私の長さだったらやっぱり2回転ぐらい、もっと長い人だったら3回転ぐらいですね。だいたいこのぐらいのカール。はい、はい、大きなカールって感じです。で、次真ん中の髪の毛も同じように外巻きに巻いていきます。手でそうやってなじませた方がいいやんな、最初な。そうですね、ちょっとこうまとめてもらって、でそれも中間から入れて、はい、1回転させて、ここが難しい、こうそっと抜いてもう一回こう毛先から巻くっていう感じやな。はい、はい、で一番上の表面の髪もまとめて巻いていきます。そこはやっぱテクニックやな、多分な。まあできる人はできるな、これな。はい、こんな感じで。はい、反対も同様にやっていきます。
はい、下が全部巻き終わったら前髪を外します。だいぶこうふわっとしてる、横に横を見た時に、はい、だいぶふわっとしてますね。いい感じです。でも横でちょっと見せてもらって、こういう丸みね。はい、はいはい、次が前髪の横のこのエギョ盛りと呼ばれるところを巻いていきます、うん、これも外に巻いていきます。ここはちょっとね、やけどに注意やな。はい、気をつけながら、うん、で次ここですね。ちょっと前に引き出しながら巻いた方がいいな、多分な。はい、うん、少し前に引き出しながら、ここはここもまあ結構中間ぐらい上の方から巻いて、同じく2回転ぐらい、この顔周りのこう流れやな、を作るって感じやな。はい、はい、反対も同様に巻いていきます。はい、巻き終わって、で次スタイリング剤とかつけるの？はい、一応つけていくんですけど、うん、なんかウェット感っていうよりかはしっとりした雰囲気に見えた方がいいので、まあ、今日はこのバームを使って最後スタイリングしていきたいと思います。はい、爪の半分ぐらいバームを取って手でなじませて毛先からつけていきます。こうつける時のコツとかは？つける時のコツは結構ほんとこういっちゃう方多いんですけど、毛先の先中からしっかりとこうつけてなじませて徐々に上に上がってくる。でなんかこう後ろにこう溶かしながらみたいな感じやな。そうですね、うん、外に向いてるので後ろに溶かしながらつけていく。はい、つけていきます。はい、はい、ということで、どうよ、結構いい感じやんな、まあはい、ポイント的には、なんか、まあいろいろやってもらったけど、どんな感じ？まあ今日ほんと一番、いろんな巻き方が多分あると思うんですけど、簡単な方法で巻いてるんで、うん、全部もただ外に巻く、リバースで巻くっていうのが、うんうんうん、結構ほんとポイントっていうか。なるほどなるほどね、やっぱ顔周りやね、やっぱでもやっぱ言ってたのは顔周りが結構重要かなと思う、ね、営業の部分です、そうやねそこの部分をちゃんと美容師さんに切ってもらうっていうことやな、はい、まずは切ってもらって営業をちゃんと作ってください。ここです、ここです、うんうん、っていうのがまずポイント でそれをやれば今みたいな巻き方で完璧って感じだよな、はい、完璧です。なのでまあちょっと今回はね、営業と、はい、吉森の、2つの巻き方を今日はやってみました。またね、韓国、はい、これ今回2回目やったんですけどまたね、続編でまずちょっとやっていこうかなと思ってますので、まあ、次はまたメイクのこういう色がいいよとか、なんかそういうのとかまた紹介してくれるみたいなんで、よかったらまた次回も見てください。はい。はい。ではこの動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。します。はい。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。さよなら。